はい、メイチャンネルです。今日はですね、ダッフィー&フレンズの、グッズの発売日ということでですね、ディズニーシーンの方に来ました。シリーズとしてはですね、ダッフィーのスイートドリームスというね、シリーズになります。じゃあね、今どれくらい列並んでるのかちょっとね、覗きに行きたいと思います。行ってみましょう。列はこのぐらいの並んでる感じですね。今朝の9時過ぎというところで、このぐらいの列ですね。何分待ちか見てみましょう。列的にはちょうどこのぐらいの列待ちですね。今何分待ちぐらいですか？100分前後です。100分ぐらい、はい、はい、ちょうどね、今100分待ちという感じみたいです。ちょっとね、列に並びたいと思います。はい、じゃあね、待ってる間に私の方はネットでね、注文をね、ネットでしてしまいたいと思います。こちらのキャップがね、2つと毛布2つ、あとパジャマ M サイズ、ショルダーバッグが2つで、シリメイのキャップとパジャマの L サイズが1つ、あとぬいぐるみ各1個ずつですね。合計13点で5万6000円。チケットね、呼び込みをしたいと思います。はい、無事にね、注文が完了しました。それでね、お店の中でも買えるんでしょうかね。合わせて試せればなと思います。多分ね、難しいんじゃないかなと思いますけど、やってみましょう。はい、今ね、キャストさんの方の説明によると、毛布の、ね、補充が、間に合ってないという状況で、まあ、買えるようにね、優先でチケットを配布してますというような説明でした。まあ、1時ぐらいにはね、毛布買えるような状態ですということでしたね。はい、お待たせいたしました。ご準備ありがとうございます。ありがとうございます。確認取れました。ぜひ必ず必要な皆さんもご覧ください。はい、今ね、チケットもらいました。待ち時間はね、おおむね35分で今店頭に入りました。混み具合こんな感じです。まあ、整理されてますんで、そんなにはね、混んでる感じではないです。ぬいぐるみ各種ですね。これはね、1体4000円です。ちょっとね、ずっしり重みがあって可愛いですね。寝てます。シェリーメイです。そしてステラルーン、ぐっすりって感じですね。これはね、1体、4000円です。かわいいですね。みんないっぱい寝てます。おそしてブランケットですね。ブランケット5400円です。かわいいですね。これね、ポケットみたいなのがあって、手がね、突っ込めるような作りになってますね。でパジャマです。パジャマがね、1着 M サイズ、L サイズあって5200円ですね。そんな感じ。パジャマこんな感じですね。もうずっと電話しててさ、後ろもこんな感じになってます。かわいいですね。みんな今回のあのぬいぐるみのね、シリーズになってますね。スイートドリームスって感じしますね。
あ、本当に一応ね、そしてハンドクリーム2800円ですね。ハンドクリームこんな感じです。可愛いですね。それ言います。シェリーメイのキャップ、ダッフィーのキャップ、これがね、3600円ですね。こんな感じです。これダッフィーのキャップですね。これがシェリーメイのキャップです。あとダッフィーとポシェット、これが3600円ですね。耳がついてます。あとシェリーメイですね、これも3600円です。こんな感じ、ちょうどいいぐらいの大きさでしょうかね。これだけ、ね、いっぱい並んでて寝てると可愛いですね。またパーカー各種が販売されてます。あと新たに発売したね、シェリーメイのおくるみっていうんですかね、が売ってます。これが5700円ですね。今までねダッフィーは売ってたんですけどね、今回シェリーメイも発売となりました。あとはこちらのミトンですね、これも前には売ってましたけど再販という感じですね。こんにちは、大変お待たせいたします。よし、あと毛布のあの整理券が欲しいんですけど、はい、ご案内いたします。娘の購入券はあ、はい、ありがとうございます。いただきます。今日使うものありますか？あ、ないです、ないです。ポケ袋はでしましょうか？なくて大丈夫です。なんか選定で12600円です。クイックペで、クイックペで、はい、ご覧のような形でお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、はい、すいません。はい、てなわけで無事にね、グッズ買いました。もうねちゃっかり帽子もかぶってます。でてなわけでですね、一応並び始めね100分待ちと言われましたけど、実際ね35分程度で、お店の方には入れましたね。で今日はね、毛布の在庫が、足りてるんですけど、倉庫からのね搬入が間に合っていないということで、1点何か買えばですね、こういったあの整理券、あの優先的にお店に入れる、もう出口からでもこれ見せればね、入れる、チケットをもらいました。これによって、まあ、一応早ければ12時には毛布入るそうなので、お店に行ってね、毛布購入することができます。はい、で何よりね驚きだったのが、並んでる最中にね、ネットであのグッズの方をもう早々に購入してしまったんですけど、店頭でもまたグッズがね買えてしまうっていうことが、まあ、これがいいのかどうかっていうのはねあれなんですけどね、まあ、買えてしまうという、まあ、実態があります。まあ、これ晒してしまうのはどうなのかなと思いますけどね。はい、まあ、そんなことが一応できるんで、まあ、おいおいね、対策とかされる可能性もあるんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、参考になれば幸いです。じゃあね、ちょっと時間潰してあの毛布のね搬入ちょっと待ちたいなと思います。じゃあまた後ほど。じゃあね、毛布があの搬入されるまでちょっと時間ありますんでね、ちょっとぐらついてとりあえずねマーラーポップコーン食べたいなと思います。行ってみましょう。マーラーポップコーンめちゃめちゃ空いてますね。スワリンは相変わらず並んでますね。はい、無事にねマーラーポップコーン買いました。
スワリーのね長い列を見ながらポップコーン食べたいと思います。うまい、風強いですね今日。いろんな風でなるかもしれないですね、いろんなのが。うまい。はい、こちらのね、デパートメントストアの方もそんなには今列並んでないですかね。ただ同様に、毛布はね一時的に品切れになってまして、優先的に買えるね、購入券を、配布しているような状況は変わらないみたいです。はい、こちらのねビレッジストアは今ここぐらいまでの列が並んでますね。こちらも今見る限りね同様に、毛布が一時品切れ状態になってまして、優先のね購入チケットを配布しているような状況です。はい、こちらのね、商品購入券を、ゲットして戻ってきたわけですけども列ができてますのでこちらの方にね並びたいと思います。はい、今ね、ショップの方に戻ってきましたら、入場の、ね、列とは別に、購入券を、ね持ってる人たちの列で、また列ができてます。今ね毛布の入荷待ちで、どのくらいで、ね、入荷化されるか分かんないですけど待ってるような状態です。はい、正味ね、55分待ちでお店の方に入れます。毛布はね店頭に並ばずに、レジでね直接買うような感じです。こんな感じですね。毛布3点ください。お土産を持ったらご利用です。お願いします。一定数分のご用意でよろしいですか。はい、はい、はい、すいません。はい、無事にね毛布も3点頼まれてた分も含めて購入できました。いやー良かったです。実際そうですね入荷待ちの状況の列並び始めてから、55分でですね、お店の方に入れまして、店頭の方にはね毛布並べずに、チケットを持った状態で、レジからね毛布を出してくれるような、手配をしていただきました。はい、まあ、何よりね、無事に購入できて良かったなと思います。またね、今週またグッズ発売ありますしね、来週またグッズの発売あってね、サミナレでいろいろなの出てきますんでね、まあ、大変かと思いますけどね、皆さん頑張ってね、買いたいものを購入できればなと思います。はい、じゃあね、今日の動画はこちらで以上になります。この動画がね、ためになった参考になったという方ぜひね、高評価ボタンよろしくお願いいたします。で下のね、概要欄のところに、Twitter、LINE、Instagram やってますんでフォローの方よろしくお願いいたします。またね、こういったグッズの販売も、そうですがね、その他の動画もね、どんどんお届けしていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあね、またお会いしましょう。バイバイ。はい、じゃあね、自宅の方に帰ってきました。これだけね、ダッフィーのね、ブランケットと、このダッフィーのカバンですね。ショルダーバッグ、あとこの毛布2つゲットしてみました。あとさっきね、動画中でもかぶってましたこのキャップですね。後ろにこの尻尾がついてる、はい、めちゃめちゃダフィオリさんですね。やっぱりね、列で並んでた時もね、並んでた人が毛布ね、今まで出てないから買った方がいいんじゃないかなって、友達同士で会話してたりしてました。でやっぱりね今回毛布が、比較的人気だったんじゃないかなって印象を受けましたね。とか言いながらねまた次回すぐ毛布とか出るかもしれないです。